はい、どうも、まのちです。よろしくお願いします。モンパレやっていきましょう。昨日ゲットしたヤマタのオロチとかのレベルが、マックスまで行きました。で、今回は、なんだっけ。これ、強敵降臨、マーブルン。これ行きたいと思います。あんまりね、ちょっとモンスター的にはね、魅力は感じてないんですけども、ちょっとクリアしてゲットはしておこうかなと思います。超級に挑戦します。よし、行くぞ。あんまりこう対策とかも考えずに今持ちうるメンバーの中で最強メンバーをチョイスしてます。ちょっと待って、まず作戦、全員ガンガン行こうぜにしようぜ。ガンガン行こうぜ。よし、頑張れ。いいんじゃない。やっぱこのヤマタノオロチがねすごい便利だった。メタル狩りするときに。まあここまではね、まあいいよ。問題ボスだよね。あんま強そうには見えないけど、おそらく強いと思う。結構余裕で勝てるんじゃね。弱かった。長老寺は強かったんだけどね。これはちょっと余裕でしたね。マーブルン、特にな。肉は使いたくないな。いや、このさ、なんだっけ、特技のインテラ？インテラって魔法、俺ちょっと知らないんだけど、味方全体の賢さを上げるっていうのはどこまで意味あるものなのかが分かんないんだよね。取っといた方がいいのかな。なんか肉ももったいない気がするんだよな。よし、これで 84% いけるべ。ミスったらへこむぞ。よし、一応ゲットしとこう。はい、そういえばあれなんだね、メタルラッシュ、メタルラッシュの上級って金土日しか出ないんだね。俺金曜日に始めたからさ、いつもあるもんだと思ってたけど、ないんだね。あとこの素早さの種、これすごい便利だよね。ちょっとやっとくか。この素早さの種のいいのがさ、いっぱい手に入るじゃん。やっぱドラクエの種っていう、なんか俺の中のイメージはこうすごい貴重なものっていうイメージがすごい強かったから、こんな大量に手に入ると思ってなかった。ダンジョンも楽だしね、これ便利だよね。よし、これ種、命の木の実ってあるのかな。命の木の実があるんだったら、それ結構ぐるぐる回って終わらしたいんだよな。結構これは余裕ですね。種がね、いっぱい手に入るのよ。すごくいいのよ。今まだ50個ぐらいしか溜まってないんだけど、99個溜まったら誰かにこうまとめてバンで使いたいなとは思ってます。よし、終わりますか。マーブルン、無事ゲットできました。結構簡単にクリアできましたね。はい、そんじゃ今回はここで終わろうかなと思います。終わります。バイバイ。